どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯を作ってまいりたいと思います。本日のお夕飯なんですけれども、こちら日清の、これ絶対うまいやつ、濃厚味噌ラーメン、こちらを食べたいと思っております。これなんかね、すごい安かったのよ。通常これね、確かね250円ぐらいするんだけど、これね170円か180円ぐらいで売ってて、で暑いから冷麦とかそうめんがいいかなとか思ったんだけど、まあ、安いからちょっとこれ食べたことないし食べてみるかなと思って買ってまいりました。なので本日こちら食べます。初めてだ。でもね、味噌ラーメン好きなんだけど、インスタントの味噌ラーメンってちょっと濃厚さがないというか、さらりとしててどうなんだろうっていうところがあるんだけど、これまあ新しいやつだし、ちょっと食べてみたいなと。ではでは開けてみます。おお、これでも最近のインス、袋麺というかの流行りなんだろうね。液体スープだね、これ。液体スープあります。お麺ももう昔のインスタントではない、なんか本格的な麺ですね、これ。では早速ね、茹でていきたいと思います。よいしょ、完成いたしました。いい匂い。トッピングが茹でた鶏肉とメンマとネギと茹で卵と。ありがとうございます。いや、皆さん本日選挙ご苦労様でした。暑かったね。暑かったからさ、夕方涼しくなっていこうと思ったら、結構みんな考えてることは一緒で結構混んでた。それではお疲れ様です。ああ、では早速濃厚味噌ね。味噌ラーメン好きなの、特にスミレの味噌ラーメンが好きなのよ。セブンイレブンのカップラーメンぐらいしか食えないけどさ、これちょっとどうなのか。スープ美味しいね。ニンニクの香りがして、なんていうの、普通のインスタントの味噌ラーメンに比べると圧倒的にちょっと濃厚な感じがする。でもスミレのラーメンに比べると、やっぱりお店ラーメンに比べるとやっぱりさらりとするな。でも市販の味噌ラーメンとしてはまあ美味しいと思う。これインスタントでしょ。麺もいただきます。あ、抜群にうまい。この麺抜群にうまいわ。ああ、この麺いい。麺とかスープとの食べて美味しいわ。ちょっと トッピングも乗せちゃいましょう。熱いうちにこれネギ入れた方がいいんだね。たっぷりどっぷりネギ入れて、ちょっと雑になっちゃった、ね、ネギ入れて、ネギ入れるとまた、あ、そうだ、胡椒も入れよう。胡椒も入れて、
あーね、ああ、もしラーメンや胡椒だ。うん。胡椒入れるとやっぱ一気にパンチ出るね。パンチ出ていいわ。最近のインスタントは本当うまい。うん、鳥の声いただきます。あーま、ラーメンで鶏肉合うよ。結構鶏白湯系のラーメン屋さんとかもうチャーシュー鶏肉ってあるもんね、全然ね。今夕方涼しくなって選挙行ってさ、でまあ投票して、外に出たら NHK の出口調査やっててさ、茶髪のお兄ちゃん、もう緊急のアルバイトで集められたんだろうね。あーうまい。手口調査、ご協力お願いしますみたいなこと言ってて、協力してさ、タブレット持ってて、最初選挙区の候補者名、この誰ですかみたいな、こうタブレットでこうタッチペンでタッチして、比例代表のさ、ところで選挙区か候補者名っつって、さ、参議院だからね今。衆議院の時は比例代も政党名だけだけど、参議院だからその候補者名か政党名かみたいなところです。それは番号、自民党が0100だったから、何入力してで憲法9条賛成か反対かみたいなこと書いて、それもなんか選択してみたいな、出口調査やってた。参議院がさ、比例代表が政党名だけじゃなくて候補者名も書けるから、衆議院とは違ってさ、だから参議院やっぱタレント議員多いんだよね。なんだっけ名前忘れた、おにゃんこクラブの出てた、あと中条きよさんも出てたしね、出てるしね。タレント芸で松山三四郎さんっていう人がタレント議員だって言って、なんか書いてあったんだけど、テレビ見ないからタレント議員って言っても全然知らないなと思って、タレントなんだあの人。なんかこれネギ入れたらなんか一気に美味しくなったの、これあついんだから食うラーメン見ないよ。ああ、スーパーでほんと湿気ないんだけどね、冷麦にするかラーメンするか、安かったからね、買ってよかった。うん、一袋残ってるからあれ朝ごはん食べよう。朝じゃないけどね、ラーメンはこう一品完結だからいいんだな。うん。
ほんとスープうまいな。ネギと胡椒入れてほんとスープ一気に美味しかった。なんか美味しくなった。ほんとスープは全部飲まない方がいいというか、やめておきます。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。